本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。小流沙です。本日は、のんのん日和、ノンストップ、第1話を称し,して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、行きます。3、2、1、5。これって3期でしたっけ何期っていう言い方をするとしたら。で、いつぐらいのことのお話をやるんですかね 第二私第1期第2期は拝見しててでリピートの時にあマクマの話をやるっていうのはなすごくいい発想だなと思ったんですよね。1期では描ききれなかったその1期のそれぞれの話の間にあったことすっごいいい雰囲気相変わらずだけど素晴らしいですねこの作品の田舎の朝の静けさと澄んだ空気の。 感じをここまで描き切るって大したもんだな。静けさを感じるんですよね。ああいう動物のちょっとした声とか、自然のものとだけ、空間に漂ってるとね、かえって静か、いかに静かかっていうことを感じる。なんでね、リピートはその間でしたけど、ノンストップはね、ただね、ノンストップっていうタイトルまたいいなっていうね、話はありましたね。のんのんびオりノンストップっていうね、うまい。 まただなんでいつぐらいの話をされるのかさーてやっぱりご中佐漬けにここしばらくなってる私からするとあの後ろ姿とかやっぱり千野さん思い出すんですけどまあご本人を拝見するうわまた細かいことすんなよくやりますね本当にご本人拝見したら拝見したらどのぐらい印象違うかそれが強いかねわかるんでしょう、まあ、思い出しただけまあ思い出しただけでもね ゆるキャン2期、ご中佐3期、ノンノンビオリーノンストップ、ノンストップは3期でしたっけっていうね。見ていくという、今期私は。うん。最強だな。無敵の夫人なのだ、っていうね。そんなことは何回もされてるのでは。妻まよを何されん。すごい独特の声だな。あの、ほんと一言だけで、 実際に二度と他の作品では聞くはずがない声ってね、確信できる。カエルの歌を吹いたらしいんですよね。これよく吹かれてますよね。やっぱ思わずまだ、チノさんって言いそうになるわ。よく似てますよね。あと、<laughs> レンゲさんが <laughs>、レンゲさんがいらっしゃらない間、寂しさのあまり、 チノさんの上に幻影を重ねていらっしゃるファンの方いらっしゃいましたよ。ああ、レンゲ、レンチョンの。あ、その頃の話なんだ。はい。またそこからなんだ。うん。ただね、そう、1年でも進んじゃうと、お兄さんの卒業があるんですよね。あるはず。で、それが嫌だからって、留年は <laughs> してほしくないしっていうね。なんで、じゃあまた、か。また同じと。 同じぐらいの時間軸のところからや…うんそんなことないんじゃないですかよくあるんじゃないですかうん日本中どこもこんな感じですよさあこれがねナノライプさんでしたっけ私の願望で幻想を見てるんじゃなければナノライプさんだったはずですいやーいや本当だなそのまんまだなのんのン病り帰ってきたわっていうねこれはゆるキャンの時もそうでしたけど こうやって目の当たりにするまで、やっぱりね、なんか。ああ、はい。ありがとうございます。ゆるキャンでもちゃんと朝香さんだったし、のんのんびおりではちゃんとナノライプさんです,ですね。ですね。いやー、ばっちりだわ。どっちの作品もね。まあ、似たところたくさんあるし、やっぱり両方を並べてコメントされてる方多かったですけど、のんのんびおりとゆるキャンの続編が同時期に来るとか 上等だよ、ね、この野郎と。俺をとろかし殺す気だなと。殺す気満々だなというね。はい、確認しましたけど、確認するまでもないですよね。ナノライプさんの場合ってね。わかるからさ。そのぐらいね、まあ、いろんな似たところもあるし、どちらも同じような、すごくその作品独特の、CJDCT の中でも、うわ、すごいなーオープニング。綺麗だな 独特の地位を持ちながら同じ温かみとか優しさとか可愛ららさとかあの着地のところそっくりだわ一期でしたっけ二期でしたっけオープニングと。なんでねこれは本当にどちらの作品にも共通して言われてることはたくさんあるんですけどその中でもとにかく変わらないでくださいあっへえほんもうえこれって一期の1話ぐらいでもはい。 フルートやられてるでしたっけはい。この。ああ。ああ。えっ、そうでしたっけうん。複方のね。うん。へえ、ドア以外、ドア以外は出るありがとうございます。まあ、通定するものはあります 今一瞬だけ角度つきました、バスに。<laughs> 細かいかもしれないですけどね。3D モデルか、みたいなね。私は本当にね、そのアニメで使われてる 3D モデルの入れ方とかね、テクスチャーの付け方と、シェーディングとか。はい、ママははは。<laughs> 小学生ですからね。うん。うーん。まあ、でもね、やっぱりこういう話になると、街に出なきゃいけないっていうね、買い物。 偉いですよね。いつもひたむきで誰にえあえいいわあそうっすねなあうんあご存知でしたかおはようございます今日も元気に授業が開始されそうで気合が入りますよ、こっちもうんいやあ、勉学にいそしんどるなみんなちゃんと <laughs> お兄さん お兄さんどこって思いましたけど、ね、いつの間にかちゃんといらっしゃるっていうね。<laughs> なんでいきなり自習なんですか他になんかやることあったような気がしますけど。あなたの仕事は何でしたっけそうだ、みんなでやるんだ。ね。そうですよね。だから、えー、中学、小一、あー、なるほど。細かいなーうん。どうの音ねーかなうん。 うん。はい。えらい。え、すごい。普通にすごい。なるほど。じゃあ、ご飯ですかね。またカレーだわ。本 <laughs> 当にすごい。何も変わってないな、この作品って。ああ、よかった。あーなんかね。やっぱ、続編ってなると、これはゆる,ゆるきゃんの時にも、やっぱり、同じし、 いっぱいありましたけどなんか変に力んだりとか肩に力入って豪華にしようとかしてなんか変なとこ変えてくれるなというね話はありましたけどあ、爪楊枝取ってもらったやつだ人形なぜ人形ですかあ、え、は、な、何に使うんですかいやすごい厚みすごい良くなってるけどうん <laughs> ボールペンとかに巻いた方が早 なに、なぜですかそれをはい間違いないですけどそれなぜ爪楊枝とセルハンテープで作ろうと思われたんでしょうかう,うんうんはいわあーなぜ爪楊枝とセルハンテープで作ろうとはははははははい そうみたいですねなぜセロハンテープで作るあれはははい分かりましたいやー優しい蛍優しいわ特に誰かさんみたいな <laughs> あーでもそっかセロハンテープの強みを生かしてるって作られた人形が言うんだへえあ、ー、<laughs> 意外ともろい <laughs> そらやってる人間がち。え予備の胴体の予備なんで予備の胴体あるんすか <laughs> まあね。いいじゃないですか。なんか問題あります予備は予備ですし胴体ですけどちゃんと。完全復活しましたね。復活。完全に復活。うーん。<laughs> 目指してたっけ クマ <laughs> だという組み取りをされてんのがすごいよな。そんなもんどうでもいいけど、普通。<laughs> お兄さんまた後ろでやられてるっていうね。うん。ふんふん。ふ、うん。ふん。なぜなんだろうな、この人たちはね。やっぱ疑問に思う私の方がおかしいのかなって、だんだんね。自分に自信がなくなってくるわ。はい。はい。出た。 今度は<笑><笑>いつ語尾できたんだもうダックスに切り替えていくんだどうしてもクマだった過去は封印して歴史を修正して最初からダックスに <laughs> マニュアルはい ダックス、どうすんだろう。ダックスフントって別に普通にダックスフントですかダックスハウンテハウンドか。先生に見せるものに先生、うん。<laughs> すごく簡単に引き下がったな。あさりだったな。なんだったんだなんでダックスフントなんだと、あくまで、共勉したかったのそれいつもじゃん。まあでもいつもだけどか。あ、そうっすね。 書いとけうん。間違いないからね。うん。まあ、本当はいろいろあるんだけど、<laughs> あんだけいろいろあっても思いす、あ <laughs> ダックスのこと、<laughs> 書かないなんて言ってないよ。うん、じゃんじゃん書けてつんうん。<laughs> せ、く。別にあんた九州出身じゃないでしょ。ああ、部長思い出したわ、黒谷部長ね。 <laughs> <laughs> なんでいい話になってんのこれ <laughs> 相当無理やりだけどなんでそんな赤ちゃんがいつの間にかいや絶対そんな話なかっただろう今作ってんだろう今できていってんだろうこの流れはお前の思い出はその赤ちゃんに対する愛情は懐かしさ愛しさ切なさ全部今できてんだろう <laughs> おかしい絶対おかしいんだけどねあれそういえば <laughs> 何これこれ何何すか今のところ <laughs> はあ、相変わらず意味わかんないぜこの作品じゃなかったらであの前後の下り知らなかったら完全に頭おかしいですよね 何がどうなったらあの絵面できんだっていうね。うん。バス来るまで時間あるっていう独特のその、時間感覚、行動予定感覚。寝かしょげんじゃん別に。なんで別にいいんじゃない。授業、あ、そうなんだ。ほっといたら、寝かしょいたら。 だって教室に来たって寝てるだけなんだから、やってること変わんないっしょ。いてもいなくても変わんないっすよ。この場合は。さあ、まあ、そうっすよね。この人は電車を寝、ね、過ごした経験から何も学んでない、あ、それ <laughs>、ね、目覚めよ <laughs>。人形以外にも一個増えてるもんあるんですけどね。それでなんか、部屋ば、 どちら様でしょうかどちら様でしょうかあまりにも田舎すぎて驚かれてる腰を抜かされてるってことは都会から来られた方なんでしょうけどホタルンの知り合いとかかな都会から来たっていうとねあーすごいなこの作品第1話の前半からぶっ飛ばしてんな海ですか。 だ、誰がありえるかなあのぐらいの都市格好で。うん。吹奏楽部の人か。ぽいな。ってことは、このみお姉さんのお友達、お知り合い、あ今度一緒に練習しようねのところに、一緒に、うん。人見知りと吹奏楽、そんな強い相関関係ありましたっけ 大体全般的に学校生活で苦労すること多いのでは清掃学部だからって特に。篠田茜さん、はい。あ、そうだ、声優さんだ。わかんないな、私は。うん。で、新入生のってことは、先輩に呼ばれて、うん。どういう人なんだろうな。多分だけど、練習しようで、 いらっししゃるんでしょうねへえすっごいがだって1期でも2期でもご同情にならなかったっすよねうんそれをコロミさんがなんとかしてあげるうんやっぱりそういうことかでもねどんだけ田舎がご存知っすよねなんかバス降りて 呆然とされてたのははい案内人先輩はそうなんでせんああ知らない人と早速おーいい練習になるなうんすごいこの人そうなんですけどそんな驚くですかあ <laughs> 案内人としてはバッチリですね今日一緒に練習する れん <laughs>。いや、これないといけませんよね。うん。今日一緒に練習する連芸です、です、でしょうね。うん。完璧ですね。このみさん、提案から人選まですべて完璧だな。うん。ああ、そういうところも、連長チン以上にできてない。 <laughs> これ字幕どうすんだろうなまあいいや、それも楽しみですね。うん。あかねって呼び捨てか、あかねちゃん。<laughs> まあ、うん。うん、後輩、後輩って分かる。<laughs> ああ、ほんと好きだわ、アレンジョンのあの言い方、小祝さんのね。うーん。 宮内蓮華ですっていう名乗りはしたことありましたっけ蓮ちョンって誰かに対してそもそもあんまり自己紹介ってないかはあこれがそはあ近づかなきゃいいんじゃないですか思い通りにさせない何がやつらの思いかっていうと人の服にくっついて遠くまで運んでもらうのが重いなんで近寄らないのが一番いいんじゃないですかいや人にあげたら思うツボじゃん完全に思い通りにさせ 服につけといたら、服につけといて自然におこっちにのまってください。もしくは誰かにまたあげるとかね。わらしべちょうちゃってうん。またフグ、ふぐ、ふぐたての宿敵ですか。聞かせてあげたいのはカエル。<laughs> ああ、あんまりめちゃめちゃ可愛い方 <laughs> いりますか。あんまりめちゃめちゃ可愛い方のカエルではなかったですね。はい。へへへへへ。 あのー、全部置いてください。上半身も全部 <laughs> 油。油みんね。ああ、おもろ。ガマガールの油が出るからだろうけどね。というか、カエルを二足歩行させて。ああ、いやー、すごい。この先ほんとすごいわ。うん。飛ばしてくんな。はい、よかったですね。バチですね。うん。 うんうん、フルートでしたっけ全然違うだろうけどなね。うん。うんうん。すごい連中食いついてるわ。あれって笛自体がね、リコーダーはただ吹けばいいんだけど、口元で、まあ一人の観客からですよ、まずは。観客一人から。うん。うん。 すごい、言われるとすごいぴったりな。いやでもすごい。そんな、タ <laughs> コこ笛。こんなこと思ったこともないけど、言われるとすごいぴったりで、もうダメだ、私。フルート見たらタコの足としか思えないっすわ、今後。また、レンゲさんによって私の感性が変えられてしまった。はい。 どからね他の音へと他の音からどへのねうんうん手ちっちゃいからかなうんうんうんこれって私忘れましたけどリコーダーって大きさありましたっけ ?SLM <laughs> みたいなわかんないですけど手でかいとゆ利りっすよね。 誰に聞かせたいんですかたんすカエルに聞かしたいんですかカエルの歌をかなこれは多分今回の最後に明かされるんだろうな、うん、うん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 やっぱ全然違うもんだな当たり前だけどちゃんとできてません連をついていってんじゃないすごいな練習だけどさもうできるようになってんな うん。多分、カエルさんにだったら今聞かせられましたけどね。あれは教室でやってるテス,テストじゃないけど、練習とは違うってことかな。ありがとうございました、赤ちゃんさん。何でしょう言いなさいよ。そういうことを言えるようになるのも、今日、来た。はーい。はーい。 成長しましたねうん慣れましたねよかったっすねお友達だ早っレンチョンありがとうございますまたレンゲさんに一人救われたへえ急にいい話になりやがってタグ <laughs> ねえ思い出だわ おなもみを見るたびにレンチョンが浮かんでくるかな。わかんないですけどね。まあでもね、いいお土産になりましたよね。そんなにですか得るもの大きかったっすかよかったっすね。え、すごい。そこまでとは。よかったっすね、と思いましたけどね。まあ、かつてない経験かな。なんだろうなっていうぐらいのね。ね、もう全然外さない。 はいその答えが「なぜですか?」「なぜなんですか?」「いつも失敗したやつばっか」「カエルのだってクラスチック音楽でしたっけ?」とかもうそういう疑問なんてまあ風前のともし火のようにあっさり消えていくぐらいの有無を言わせの力ありますよね。<laughs> この作品にはね なあでもそういうそうなんですよね。牛に聞かせたいのんっておっしゃってませんけどそれが明かされた時に明かされた時には何でですかっていうなんでよりによって牛にカエルの他なんですかと思うんですけど言われるとあなあまあ分からんこともないなと。でまあで理屈をよくよく考えてみると原理を。 ただその牛にクラシック音楽を弾かせると牛乳よく出すというのは私そんまあ一あ <laughs> あたかも言われていそうな話ではあるけどまあわかんないですけどその確からしさはですけどまあ、もしその原理が本当だとしたら別にクラシック音楽じゃなくてもいいし何かそのオーケストラじゃなくてもいいしカエルの歌をリコーダーで消したって 聞かしたって同じ効果あるはずだというレンチョンの相変わらずの論理的整合性 <laughs>。これは本当にね、毎回思わず膝を打つぐらいの説得力あるんですよね。やっぱ変わった人だ本ほんと。不思議。はあ、あ、じゃあまたいらっしゃるのか。うーん。まぁ、あ、やってもらったら。は <laughs> い。あ また、じゃあ、結構がっつりいらっしゃるな。あへえ、今期から、写真つくんだ。最後に。やっぱ、実はですけど、聖地巡礼があんまり発生しないノンノン病理なんですよね。どこって特定してない。ただ、そのファンの丹念な調査によって、明言はできないけど、ここらしいと、景色は完全にそのものだということはね、ある程度、突き止められてるみたいですけど、これは完全にどっかの特定の場所ですもんね。撮影だって。 で、早速、アカさんいらっしゃるんですね。次回も。一条さんか。ホタルンが一条さんって、あ、そっか。サブタイがね、大人っぽかった、になってますし、年上だと勘違いされる例、<laughs> 例のやつですね。ホタルンさんのお家芸のキャストさん確認します。田中あ美さんか。これね、あの、名前が同じなんで、そういうことが苦手な私でもすごく助かる。上野さんは不器用の田中の田中あ美さんですよね。で、確か馬いんだったかな。ね、繰り返し、 割と最近再確認したのに、また忘れてる。うん。上野さんは不器用の田中。で、一番最近他の作品で、ああ、馬呼んでか。よく覚えてたな、これ私。まあたまたまね、別に何十作も視聴してるわけじゃないですから、自分が見た作品の中から当てずっぽうで上げても当たるかもしれないですけど、うん。馬呼んのピコーペガサスね。レッドペガサスかっこ。途中で買い目あったか。でしたか、へえ。私、上野さんは不器用の時の田中の声すごい好きなんですよね。山下と、 上野さんに挟まれた田中のすごいねかっこいいし男らしいし情熱的でっていう男の子の役だったんですけど今回すごい女の子らしい中でもさらにおとなしくて静かな喋り方の声の篠田茜さんうーんーで冒頭から気にしてた時間軸の話ですけど連長が小学校に入るのって1期からですよね1期も1年生2期も1年生3期もなんですけどそうすると これは2期の時も言われてましたけど、新キャラ登場ができないんじゃないっていう。ただ、その合間を縫った話をこれまで、これまでやってた、ということも全然あり得るんで、たまたま1期2期ではおいでにならなかった人も、見えないところでこういう出会いと、交う,うがあったんだと、ということは別に、不整合なく描こうと思えばできますけどね。ただね、まあ、それは、やっぱり1期2期と変わらないでほしいんだけど、お話とか、それぞれの個々の出来事とかは、 それは新しいものが出てくるんだろうけど、また続編ということで、まあこれもさっき申し上げましたけど、変に気負って、なんか派手なことしなきゃとか、話題になることしなきゃとか、なって、愛されていたものまで変えられてしまわないかという心配はあったんで、一期二期と同じ頃の話を三期でもまたやると。それはね、一個安心要素というか、あ、じゃああんまりそういう登場人物とか大きな変化はなさそうだから、これで一個 世界観とか出会える面々とかお別れとかはなさそうだなとかねありますけどそうすると今度はじゃあさらに間を縫った話やるのかとそれはそれで大変だけどと思ってたんですけど意外だけどねまあでも良かったさとにかく第一話からめっちゃ面白いなやっぱこれもねご中佐ゆるキャンのんのん日和と並行で見ていくとなるとだいぶ CGDCT の中でも頂上に近い作品が並んでるけどそうすると似通ったものにならないかと いうね懸念はありうると思うんですけどまあどの作品も前々から存じ上げてましたし今回改めて「のんのんびょり」続編を拝見して確信しましたけどよくこんな CGDCT の中核みたいな3作品が並んでて全然かぶんないっすね何一つ被るとこないですね唯一ゆるキャンと「のんのんびょり」の背景が綺麗で田舎のことが多いとかまあでも背景の綺麗さで言ったら五十三もよく称賛されてますけど まあ本当に全部世界の見方とか人物の描き方とか起こる出来事とかねこんなにこの3作品がそれぞれ全く異なる魅力を持っているっていうのがねすごいですねこの作品で素晴らしい第1話でしたわこの後ねリアクション拝見していくの楽しみなんですけどリアクションまあランドムランボープロダクションさんは絶対やられてるでしょで確かシティズンタイさんがやられてるんですけど今確認してみるいいのか私の ウォッチレイルリストを確認して、確かね、意外にやられてなかったりとか、でこの人やられてないっていうことがあったりとかの、のスマイリーリアクツのオリバーさんが、のんのんびより1期からやられてて、で、これは後で、そのまま2期までやられてるんで、ずっと拝見していくの楽しみなんですけど、まあ、これはちょっとね、意外でしたけど、ただ今度はね、オリバーさん、ゆるャはやられないですね。そのリアクションの外で、個人的に見るよっておっしゃってましたけど、 あら、ノンノンビよリ始められたから、これは来たかと思ったら、ゆるキャンの方をむしろね、私とか期待してましたけど、そっちは落とされますが、ノンノンビよリの方をやられると。え、終わり以上でしたっけあら、オリバーさんとランダムランボープロダクションさんしかないこれ。か。あら、シチズンタイさんは、あ、そっか。ゆるキャンをやられてて、意外だと思ったんだったかな。それと勘違いしてんのか。そっか、じゃあ、チャンネルさんとしては二つだけか。いやー、ゆるキャンがあんなねー、 人気で私が拝見していくリアクターさんだけでも5人いらっしゃるんですよ。いやーやっぱゆるキャンって強えなと思ったんでそれと同じぐらい強力な CGDCT で少なくとも CGDCT 業界ではパワー,ラーズの一角と誰がヘゲモンか置いとくとしてもなんでねこの落差はなー意外ですよね。まあただねディスカッションがねありますしね。 で、そのディスカッション映えというとおかしいですけど、話題になりそうなことがたくさん出てきて、第1話からギュギュでしたね、という今回だったんで、それは拝見していくの楽しみですんでね、見ていこうと思いますけど、で、今回は第1話なんで、前回のリアクションディスカッション、そういうのはないんですけど、続編が来るよっていう時の直前のね、マイアニメリストに立つハイブスレのところに、皆さんの事前の反応が書き込まれてまして、その中からちょっとだけですけど、ご紹介したいと思います。 コメント多かったですけどね、ほとんどの方は、イエーイとか、この大好きな作品が帰ってくるっていうね。まあ、本当に皆さん一様に喜ばれてるし、無邪気なコメント多いなっていうね。これ、ゆるキャンの方になるとね、もうちょっとひねくれた皮肉なコメントとか、CGDCT 全般に対して、あ、この人いい印象ないんだなっていうね、のとこあるんですけどね、のんのん日和は本当にのんびりしてますよ。本当に作品のタイトルとか、ただね、ゆるキャンも相当だと思いますけどね。まあ、ちょっとリ、 ゆるキャンはね、その、あまりにも有名になりすぎたというのはありますんでね。有名税かかってる面はあるとして、あとキャンプっていうね、かなり広く世界中に同好の市がいらっしゃるジャンルなんで、それもあるでしょうね。のんのんオリは特にそういう他の領域の皆さんに見つけられやすいような、なんか一個これっていうね、旗印がないですからね。まあそれはそれでね、その作品の魅力だけで中身がいっぱいということなんで、そういう作品の違いが皆さんのこういう反応の違い、 反応の種類の分布の違いかなを生んでんのかなえー、ちょっと大げさな褒め言葉でしょうかね。責任を感じるようなコメントですけど、日本がついに良いアニメの一つで我々に報いてくれるのを礎に、ついに生き続ける理由が、というね。終われないじゃん、この作品っていうね。まあでもそっか。まあ多いね、表現ですけどね。この続編の方を聞いて生き続けようと決めたよ、みたいな。よくある。レンチョンが再びアニメを救う第3部。 やっぱ第3期なんですかね認識としては。いやーでもマジで、これが発表されたのは本当に嬉しい。ノンノンビ日和は間違いなく、一番好きな SOL アニメなんだ。スライス・オブ・ライフアニメなんだ。というね。うーん、フェイブ i t e でも、このジャヌの作品も栄えましたよね。一時期はね、今期はないかとかね、あったんですけど、SOL とか、CGDCT とか、最近は本当に一気に一本は必ずあるぐらいの、ありがたい、恵まれた状況になっております。でね、ご新規さんですね。 最近このアニメを見つけて、セカンドシーズンを見終わったところで、1時間後にストラルドシーズンが発表されていた。新シーズンには超ワクワクしてるよ。という、ものすごく運に恵まれた。で、多分ここまで運がいいと、完全にこの作品との出会いは運命だったでしょうね。という感じのね、方がコメントされてました。うらやましい話ですよね。1期見つけて、2期見終わって1時間後に、あ3期くんのみたいな。すごくいい流れに乗られたなぁ。 おめでとうございます、まあこういう期待の声がね、ずらーっと並んでましたけど、この期待の声は全く裏切られなかったなということを確信しましたけどね。そうだった、そうだったと。こういう強力な作品だったと思い知りましたね。Yes!Your Camp and n o n n o n b i o r y うん。完全に私と同じ。感想だし、こう人多かったですね。っていうね、コメントですけど、<laughs> あともう一人ね、全部がニャンパスの方いらっしゃるんですよ。ユーザーネームもコメントも、 バナーも全部ニャンパスの方がいらっしゃいます。よっぽど好きなんでしょうね。この作品のためにマイアニメリストに登録してんじゃないかっていうぐらい、この人の使われてるアバターも、あの、夏美が、ああいうのはなんて言うんでしたっけ目洗うやつ。プールの横にある。あの目洗うやつの水を両目に食らってるところをアバターにされてますし、まあ本当にこのぐらい、この作品に丸々、ご自身が、ご自身がニャンパスになっているという、こういう方からご覧になってね、第一はどうだったですか よかったでしょう。それもまたね、嬉しかったんじゃないかなと思って、こっちまで心が和む。そんな方がいらっしゃいました。というね、皆さんがさて、第一はどうでしょうか。やっぱこの田舎の風景をまず描いていって、まずは小手調べっすよね。行きますよっていうね。いや、すごいなー、ほんとに。この静けさとね、日中に比べてすごくひんやりしてて、湿った空気感とかね、よく出てるわ、ほんとに。完全に空気はいつものまんま。で、また、リコーダー吹いてたり、バスに乗るところか、らか。 はぁ、あ。これもよく怖くないっすよね。ゆるキャンの時もそうでしたけど、焼き直しおばりとか、そういう恐れありそうだけど、関係ないんだなやるべきことをやるというね。そうっすね、ノンノン日和はこうじゃないとね。うーん。まあ、早速、あとね、会話の端々に、田舎感、すごい出てる。あの、レンチョンがね、自問自答するところ以外にも、みんなの会話の中でも、田舎ならではの、ちょいちょい出てきますね。で、リコーダー。まあ、リコーダーに限らずなんですけど、とにかくレンゲさんはね、全部ひたむきなんですよね。 遊び半分にやらないんだと、全部真面目。おろそかにしない。それは <laughs>、それは、爪楊枝にセロハンテープを巻いて人形を作るということにかけても、全力を尽くされるというね、常に全力です。レンゲさんはね、そうでないと言えないですけど。ただ、それがなぜなのかは、まあ、私のようなね、凡人のお呼び知るところではございませんので、拝察するしかないっすわ。まあ、でもここもね、夏美がどんなやつなのかとか、レンチョンと夏美の性格、 それぞれどんなかとその違いね。で、組み合わせた時のやばさとかね、いっぺん説明できるこの人形周りのドタバタ。この人形一つ巡っていろんなことがあるな、この作品は。で、それがね、また、落ちまで続いてるんですよね。多いっすよね。ちょっとずつ明かしていくっていうね。この作品だとね。で、カールのとは誰に聞かせたいんだろうっていう、これは当て物なんだろうな。みんな予想してるんでしょうね、途中で。どんな予想が出てるか。一応ヒントがなし、なしではなかったんで、冒頭で、おいでの牛。 あれをご覧になってて、なんか覚えてらっしゃってて、牛にクラシック音楽を聴かせるという話をご存知の方は、もしかしてか、そんな人いるかなわかんないですけど、で、まさか、ね、1期の間を縫った2期と、その両方の間を縫う3期で、また新キャラ。となると、ね、完全に同じ時期を描くんじゃなくて、ちょっと延長したりとかして、1年後以降の話とかあって、レンチョンがあの、 夏休みに一気の時に知り合ってできた友達また出てこないかなとかねちょっと期待あるんですよねそれは全人類を流したというねうんでもそうねおいでになったらちょっと怖いですけどねまた泣いてしまうわあれはあーそれを思い出すとねジョランケンオタクさんねジョランケンオタクさんがまさかのノンノンビオ和を始められた時は狂気乱舞しましたけどその後お休みに入られてしまって今でも復帰をお待ちしてますけどねまあやっぱり新キャラっていうとねあの人のこと思い出すな ねねいろいろありました、ね、でやっぱりまあこのみさんもそうですけどあの人は何でもできんのかっていうね話なんですけどレンチョンと出会った人ってみんなそれがいい出会いになりますよね不思議な存在だわレンチョンってレンチョンと出会った人をみんな幸せにしていったりとかかけがえのない思い出を一緒に残していったりとかこの人何なんすかね今更ですけどねのんのんびよりの主人公の宮内レンゲさんって謎だわ。 まあ小岩井さんのあのね今回の第一声からそうでしたけどあのー、絶対に他ではありえない声お話のされ方あれがさらにね何者なんだ感を強めてますけど誰とも似ていない確かにね見た目ではやっぱり千野さん思い出すんですけどやっぱ性格も声もね全然違うでも優しさとかあったかさとか可愛らしさはすごく似てるなですねその後輩なんだというねいろんな事実の明かし方がパズル風になってって 謎解き風になってるっててるいうねちょっと面白い仕掛け多いですよね。で、答えはね、まあ、わかんなかったっすわ。全く。解目。ですけどね。まあ、そんなことありましたんで、今回のリアクションとかディスカッションとか拝見していくときは、多分その辺のところが皆さんの反応の大きいところだったりとかするんじゃないかなという感じですね。なんでまた次回までの間にその辺のところを拝見してもらって、何か面白いことありましたらお話し,しようかなと思っているところでございます。っていうことですかね、今回は。そんな感じで、ノンノンビオリノンストップ。 第話見ていきましたお付き合いいただいた皆さんありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。